そしてコック以外のキラーが南京錠付きの扉を開け閉めしちゃうと南京錠の、そんなのもあるの？だってみんな。だから南京錠のパーク、暗証番号の効果が消えるんだって、他の人がやると。だから、暗証番号に関してはコックが入れてるって感じなんでしょうね。なんか特殊な。特殊な施錠方法ができるのはコックだけってことなんでしょうね。で、他のやつがそれ解いちゃうと、かけられないって感じじゃないですかね。暗証番号を。そういったなんか、設定でもなんか納得はできちゃうね、一応。一応開け閉めした後、コックが南京錠を付け直せば、直ります。うん。だからなんかそういったね、裏設定がある可能性もあるよね。コックしか特殊な鍵のかけ方ができないって。まあでも、納得はなんかしちゃうな。だってコックのパークなんだから。ちょっと納得はしちゃった。まあまあ今そんな感じなんですね。仮にこれがしようって言われたら、うん、自分は納得するかね。ああ、コックしかかけられないんだね。特殊な、暗証番号のかけ方ですかね。まあ、ね、不具合なのか仕様なのかわかんないけど、まあ今後ですかね、そこについては。あ、違った。ただ通常の施錠までね、難易度が上がるのはもう完全なバグだと思うから。次回のアップデートでそこは直してほしいね。だってダブルで、されるの結構きついよ。ちょっと待って、南京錠かけいかんと。ああ、バルブここね。はい。あ、やばい。はい、あ、ここないのか。こんな時でも鼻は綺麗ですね。そう。このゲームの売りの一つは、鼻綺麗なんですよね。マジで。うん。それがまあ、このゲームの売りの一つではある。めっちゃ開いてるやん。四面と。サバイバーに南京錠をいじられた時は、こまめに付け直します。あれだっけ？今って、南京錠を一回外して付け直したら、ゲージがなんかゼロになんだっけ？今まで解錠していた、そのゲージがなんかリセットされるんでしたっけ？あれもなかなかだなとはちょっと思うんだけどね。ゲージが、合ってるっけ？ゲージがリセットされるって。もし自分が言ってるのが正しかったら、ちょっとあれはちょっと、あれもちょっとやりすぎだなとはちょっと感じるね。今まで懸命に開けたのにさ、それをリセットされるっていうのは。あ、向こう？あ、もう開いてるやん。開いた？え、向こう突破された？開いてるやん、普通に。すまんな。ただ、これ待って。Where is everybody? 開いた。開いた。まあ、奥は CC にちょっと任せよっか。奥は CC に任して。あ、あっちも破られてんね。やりてえやん。いた。落ち着け。はい。やりてですね。
え、開いてる？いつもレザーフェガー開けた？うん。開いてんな、普通に。おいしょ。いた。お前だけはリーランドやるぞ。あ、ダメだ。リーランド。あ、閉めてる。あ、大丈夫、大丈夫。大丈夫。残念。何しとんじゃ、お前。何しとんじゃ。ナイス、ナイス、ナイス。はい。運ぶの？運ばないよね。はい、じゃあな。あ、奥開いたね。いや、ちょっと立ち回りが全然理解できてないね。あ、人、まあ、コニーが出たよね。あ、もう仕方ない。こじ開けたか。お、バルブ来た。ここに来てバルブ、あっちか。うん、リーランドが来る前に閉めましたね。こんなことしてるあれはなかったわ。え、これどういこうかね。引き合いかじゃねえかんな俺。結構旅路としては遠いわ。何してんの。あれ、あ、これ落ちてんな。この穴落ちてる。いないか。大丈夫。ギリ間に合うかな。ギリ間に合う。ギリ間に合ってほしい。あ、ごめん、これ間に合わない。あ、やっちまった。やっちまった。あー、おおー、超ギリ。間に合ったか、それが。お、自分を褒めたいぞ、これ。間に合った、間に合った。間に合っちゃった。もうダメかと思った。あ、どこだっけ。来るかね。あな、へにゃってなってる。いや、おお、ダメ、ダメだって思ったけど。近くには、近くにいるか。いや、刺しにこんかったから近くにはいないよね、多分。って言っても、なんかもう開けてきそうだから。他の人はどうしてる。あー、レザーフェイスはあっち巡回してんね。シシもあっち巡回してる。でも一箇所空いてんだよな。うん。いいや、俺も行こうか。お、あっち、やばい。マシン来てる。マシン来た。あ、でもいいよ。固めればいいよ。急げー。走れー。あれ、レザーフェイスいないんだけど。ちょっとこれはきついよ。レザーフェイス？レザーフェイス戻ってきて。開いてるよ。あたしだけじゃちょっとカバーしづらい、これは。それとも誰か折ってる？あ、折っ。あ、落ちた、落ちた。よかった、よかった、よかった。CC が追ってたみたい。よかったよかった。無理よ、無理よ。あ、ここも開けてたね。あ、よかったよかった。しまったしまった。じゃあまあ、あとはね、若い二人に任して、おじさんはおじいちゃんの介護でもしましょうか。そうだね。あそこはちょっと火力、ちょっと不足だもんね。動いた。消えちゃった。いや、もうちょっと上手くなりたいね。やっぱ経験積まんとダメだね。ヒッチハイカーばっかやってたから。怠けちゃったね。他のキャラ。さあ、どう来ますかね。飲ましてる。あ、もうそっちにシフト？
そうだよ、もう回収して。回収してレベル上げた方がいいね。って言ってもね、やっぱ。あっちが不安だからね。南京錠つけとこうか。食肉は誰でもきつそう。いや、まだね。あ、ここぶち破られてる。あれ、獅子？獅子だね。やばい。そうなってくると、自分がこっちカバーした方がいいね。おじいちゃんのあげたいとこだけど。これ発電機だよね。あれ？ここ施錠されてないやん。ぶち破ったのかと思ったけど。あ、そうか。レザーフェイスが急いで中に突ったから、施錠されてなかったんだ。あ、こっちがね。はい、あ、下で折ってる折ってる。バルブ？多分バルブまた行ったね。で、他の二人が折ってるって感じっぽい。まあもう自分はここ固定かな、さすがに。いや、追われてはいないね。ちょっと距離的なところもあるから、もう自分はここを防衛しようかなと。思います。ちょっとここは責任持ちますわ。うん、ここは責任持つから大丈夫よ。うるせえな後ろが。いや、動きないね。はあ、そっち行った。そういえばゲート開いてたな。もう間に合わんわ、さすがにこれは。あ、咳、ね、咳してるわ。辛そう、走んの。やばい、俺ができることはもうこれだ。まずい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 。いやー、距離が遠い。足遅い。俺が唯一できるのは、オフにすることだけさ。これでまあ、もし下を狙ってたんだったら、どうにかギリ間に合ったね。イケメンコックだ。偉かった。ねえ、足遅かったけど。よくよく間に合った。いや、怖いなぁ。向こう攻めるかね。気づいて投げればいいんだけどね、向こうが空いてることに。それなら、こっち方面を守るだけでいいんだけど。ジュリーめっちゃ頑張んな。あ、やった。ナイス。終わった。やったー。いや、頑張った。コック頑張った。もうちょっとかわいそうだったもん。ぜーぜー。ぜーぜー呼吸が聞こえてきたときは。頑張れ頑張れコックってね。いうふうに応援してましたよ。チャンネル登録、コメント、高評価していただけると励みになります。ご視聴ありがとうございました。